はい、どうも、メヘロさんです。金曜日、週末でございますね。もうちょっとしたら会社行こうと思います。で、そうですね。おじさん本当に何がしたいのかっていうことについて、いろいろ話してたらですね、コメントとかもいただいて、もちろんちょっと、いくつか、コメントを、政治的なところのコメントとかもいただいてるんですけども、ちょっとそれは土日でちょこちょこ動画作って返すとして、一つはですね、おじさんは結局何がしたいのかよう見えへんなというところなんですけども、おじさんとしては、Vlog としてですね、日記帳みたいな形でつけるということで、当時の自分がどう思ってたかっていうのを、別に見返すわけじゃないですけど、こう、いろいろ体の中に溜めてると、あんまり良くないなっていうことをこう表に出して、言語化することで、自分の、立ち位置であるとか、思ってることを客観視することができるのでですね、そのためにやってるというのが、第一義でございます。で、将来的にどうなりたいのかっていうのはですね、それについて、たまたまね、飲み屋で知り合った人が、喋りかけてきてくれて、ね、話してたんですけども、この YouTube 通して何がやりたいの？広告収入みたいなことを言われたんですけども、広告収入ですかね？いや、でも、見てもらうことで、なんて言うんですかね。より自分をこう、良くしたいなっていうのは第一義的にあって、で、それを見てですね、感じてくれる人がいれば、いいなっていうふうには思ってる、ってところかなというふうには思ってます。それが、言うたら、下地っていうんですかね。まず自分のことのためにやってるというところと、言ったらその動画を通じて共感してくれる人とか、批判はちょっとあんま聞かないですけど、共感であったりとか、行動が変わるであるとか、っていうようなことになってくれればいいなとか、あるいはその困っていることみたいなものを吸い上げてですね、それを解決することによって、相手さんにも喜んでもらえたらっていうところはあると思います。経営学専攻してて、よくある、CSR とかありますよね。ああいうもの前に、やっぱり企業が、ちゃんと利益を上げて儲けないといけないっていうのが、第一段階であるんですよ。企業が儲けて、従業員が儲けて、言うたら、世間が儲けるっていうような形で、順番を経てね、言うたら、やりたいことの実現っていうのはやっていくもんだと思ってるんで、まずはおじさんが幸せになる、おじさんが、言うたら経済的にも潤うであるとか、良くなるっていうのがまず第一義であるっていうのは、これはもう間違いないと思ってます。人のためにやることが自分のためになるっていうのは、ちょっと私は、偽善だと思って、素敵なことだと思うんですけども、多分ね、それ短期的には素敵なんですけども、長期で続かないんですよね。植えてる、自分も相手も植えてる時に、相手さんに施しをするっていうのは、すごい綺麗な行為なんですけども、自分がこう、どんどん、落ちていくじゃないですか。ってなったら、あげた人に対して何かしら見返りを求めてしまうと思うんですよね。それって、言うたら、打算的というか、あまりこう、綺麗な形ではないと思ってるんです。で、自分が衣食住足りて、で、困ってる相手がいた時に助けてあげて、なんならその、言うたら行動であるとか、思想であるとかっていうところのところから、言うたら、魚を与えるじゃなくて、その釣り方を教えるっていうようなね、そういう形でやっていければなというふうに思っていて、それがそのおじさんのチャンネルのコミュニティであったりとか、オフ会の場であったりとか、いうところで、別にその交流を通じて何かを教えるってことはないんですけども、自分の居心地のいい場所づくりっていうのをですね、頑張ってやっていけば、いずれ、何かしらですね、社会貢献ではないですけども、それを経て、共通の知り合いができたりとか、今のライブ配信とかもですよね。だから自分が楽しめる時間っていうのを、提供できるようになってくると思うので、で、それが、言うたら、下地となる目標なのかなと思ってます。で、そのためには、ある程度、ためになるコンテンツも出したりとか、あるいは、おじさんの時間を特定の人に割くにあたっては、ちょっとお小遣いくださいね、とか、いうことは言うでしょうし、登録者が、多ければ、多いほどですね。で、あと、再生回数が多ければ多いほど、広告収入もつくしと。
で影響力もつくしというところで、まあ、その拡大っていうのは、まあ、あの他の YouTuber さんと同じような形で求めていくのかなというふうに思ってます。もうすでにね、あのもう参議院選の言うたら、まあ、告知自体は6月なんですけども、あの熊本のですね、参議院議員の候補者の方からですねフォロー来てまして、あのまあ、そのことも最近始めたみたいなんですけども、まだだってフォロワー200人ぐらいしかいない、あの、議員候補さんでしたから、なんだろう、まあ、今のうちから動かなあかんなと思ってはるんでしょうね。経歴すごいご立派なんですけども、多分、あの、SNS 運用は初心者なのかなと思ったり。だからまあ、フォロワーさんとか、まあ、登録者が多ければ多いほど、まあ、そういうお誘いもあったりとか、コラボしましょうとかっていうのもあったりとかして、まあ、楽しんでいただけるコンテンツが作れたりとか、まあ、言うたら、こういう、言うたら、こんな先生にフォローされましたとかっていうことも含めてね、何かしら、言うたら何事もない日常に対して、まあ、花が出てくるというか、芽が出てくるというふうに思ってますので、まあ、そういうことをですね、やっていけたらなと思いながらやってるところでございます。具体的に何かをなすっていうことは、まあ、まだ考えてないというか、まあ、自分の、手元にある資格を活かして、まあ、保険相談をさせてもらったりとか、あるいは、ま、グルメ、情報を、ま、ちょっと販売させてもらったりとか、あとは、オフ会のセッティングとかですね、やってますけれども、まだまだちょっとコロナの関係でオフ会を積極的にできないというところがあるので、まあ、ズームで、であるとか、まあ、ライブ配信で、であるとかですね、そういう形でちょっとお返しをさせてもらえたらな、というふうには思ってます。将来的なところで言うと、まあ、宅建の取ったらですね、東京とか、まあ、別地域の方に大阪の、まあ、比較的利回りがいい不動産っていうのを探して内見動画撮ってやるっていうのも一つですし、まあ、保険のことをもうちょっと詳しくお話しさせてもらって、保険相談やるっていうのもそうですし、まあ、あるいは、まあ、おじさんのダラ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 、こう、やってるですね、動画を、まあ、延々上げていくことで、どっかで何か引っかかりが出てですね、何かきっかけで、また、まあ、プチバズみたいなのが起こったらですね、状況変わってくるかもしれませんし、っていうようなところで考えてます。ちょっと政治的なところはね、ちょっとよくわからないなと思いながらも、まあ、それでもですね、まあ、日々時事ニュースであるとか取り上げながらですね、やっていければな、というふうに思っているところでございます。なので、まあ、今回ですね、おじさんが、まあ、やってみたいことは何ですかに対して、回答ということでですね、一本動画撮らせてもらいました。ちょっとまあ、政権関係のことはですね、また週末やらせてもらいます。で、4月9日のライブ配信なんですけど、今日ね、ちょっと親来るんですよ。親来て、で、私明日京都 を案内しないといけないので、ちょっとやれるかどうかはまあ微妙です。で、まあもし、ライブ配信をご希望の方いたらですね、またコメントで、9日ライブ配信楽しみにしてますとかですね、何かしらコメントを残していただけたら、また考えますというところでございます。16はできるか、16、23、まあまあその辺、ちょいちょいまだ考えますけども、そんなところでございます。以上です。